手の震えがひどすぎて。おい、こっちだ、頼む。呼ぶのが聞こえた。話があるのか。そうだ、厄介なことに巻き込まれた。雲が出たんだ。なら宝器を持った使用人でも探すんだな。分かってないな。すごい大きいんだ、豚みたいにな。黒くて毛深くて糸を吐き出しやがる。うん、それは雲じゃない、荒くの毛布だ。好きなように呼べ。怪物どもを叩き潰してくれるか。あの洞窟は怪物さえいなければ最高の貯蔵庫になるんだ。何よりもまず報酬について話そう。話がつくと思ってたよ。荒くの毛布はあまりウサギに似ていないが、ウサギのように繁殖する。早いうちに駆除するべきだ。任せておけ。またあの音だ。少しも眠れやしない。あれを取ってこい。これを捨てろ。何か知らせは。中に入って退治した。一匹残らずだ。神よ、感謝します。もちろんあんたにも。ずっとワインの攻撃をしようと。実はそれほど長くない。錬金術師になるべく見習いをしていたが、どうも身につかなくてね。それでワインの商売を始めた。こっちの方が楽しい。仕事中に飲んでも誰も文句を言わないし。理にかなってる。それに世間はいつも酔っ払いを多めに見るからな。そうだな、何を売ってるか見せてもらえるか。そろそろ放浪に戻る。じゃあな。
馬だって褒美がなきゃ身動きも。傷はあまり良くない。俺ならすぐに手当てする。可能が始まる前にな。医学的な助言が欲しければヤステを呼んでる。あんたはヤブ医者にさえ見えないぞ。ウィッチャーに助けて欲しければ無礼な態度は自重しておくことだ。許してくれ。痛みがひどくて気が動転しててな。洞窟に何かが住み着いたんだ。命からがら逃げてきた。しばらく前から洞窟を貯蔵庫にしたいと思っていてね。あんた中を見てもらえるか。見てきてもいいが、ただとはいかない。正当な値段だ。何とかしてみよう。ここで待て。それと傷を消毒した方がいいぞ。カネリ銀行で金を借りられない。神様を担保にすれば。どうする？どんな状況だ。貯蔵庫に何があったのか見てきてくれたのか。もう済んだ。巨大ムカデ数匹に出くわした。そいつらが中に戻るのをどう防げばいい。知らん。怪物は倒すが未来の予測はしない。気を悪くするな、ウィッチャー。恩返しとしてうちの商品を全部安くしてやる。二日したらまた来てくれ。作り上げた立派な貯蔵庫をお見せしよう。失礼する。また会おう。すまない、その助けてくれないか。あんたは腕が立ちそうだ。どうかしたか。
この倉庫を競売で手に入れたのさ。でも実際見てみたらオフィルの食料庫みたいに臭くてノビグラドの召喚みたいにうるさいんだ。全財産を投じて手に入れたのに恐ろしくて中にも入れない。助けてくれウィッチャー。調べてもいい。報酬を払う手立てがあるならな。よし、いいだろう、決まりだ。いいだろう、倉庫の中を調べてこよう。あのグエントだ。死肉の匂いだ。指揮官、来いよ。倉庫は腐った肉でいっぱいだった。それを食べにグールが集まっていたぞ。レビオダ様のお慈悲を。もう安全なのか。何の危険もない。まずは急いで肉を捨てるんだな。出ないとまたグールどもが戻ってくるぞ。もちろんそうだな。大急ぎで部下を向かわせよう。ところで何か欲しい品はないかい。今はそんなに手持ちがないが、二日もすればもっと仕入れて戻ってくる。もちろん安くしておくよ。前の持ち主は倉庫を何に使ってたんだ。なぜ中が腐った肉でいっぱいだったんだ。ゴッドフリードノークだ。そう、あのノークだよ。トゥサンで一番有名な豚肉の卸業者だ。まあそれも彼の納めたソーセージのせいで公爵閣下以下宮廷の半分が食中毒になるまでの話さ。そのせいで悪評が立ったと。悪評なんてもんじゃない。彼は投獄され、財産は全て没収されて競売にかけられたんだ。じゃあな。そこのお方、その背中の剣は飾りじゃないんだろう。どうか助けてくれないか。うん、内容による。ああ、実はワインの熟成に最高の洞窟があるんだ。乾燥しすぎず、湿度が高すぎず。で、その場所がとんでもなく騒がしいんだ。けたたましい声がする。使用人に様子を見に行かせたんだが、二日経ったのにまだ帰ってこない。きっとエルフの遺跡に関係があるんだ。洞窟の隣のな。どうだ、力を貸してくれないか。手伝える。金を払えるならな。決まりだ。
いいぞ、洞窟に行って中がどうなっているか調べてこよう。それでうまくやってくれたか。ああ、片付けてきた。みんなウィッチャーを怠け者のたかり屋と呼ぶが、でたらめだ。貯蔵庫は長くても2日で出来上がる。そして今後ずっと、あんたには全商品を割引しよう。この辺りの出身じゃないな。ああ、ポビス出身だ。北の寒さで女房が腰痛になっちまってね。最初の戦争の前に移ってきた。じゃあな。お客さん、公爵に呼ばれたっていうウィッチャーかい？その通りだ。その様子だと俺に何か頼み事がありそうだな。心を読めるみたいだな。そこの洞窟、まるで神々が作り出したかのような天然の貯蔵庫なんだ。広くて乾燥していて。だが中に怪物がいるんだろう。まるで預言者じゃないか。それで手を貸してくれるのか？手を貸すかどうかは報酬に同意できるかどうか次第だ。あと少し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 だ。いいだろう、手を打とう。ああ、引き受けよう。報酬をたっぷりもらう未来が見えるからな。行かなきゃ身動きもしないぞ。
どうだ。問題を解決した。もう洞窟にいたシェルマールに悩まされることはない。素晴らしい。これで倉庫が手に入った。あんたには頭が上がらないよ。ではまたな。